無知なこと、何も知らないこと。でもそれって悪いことじゃないよ。だってそれは不可能も恐れも知らないってことだから。私、好きな本があるの。その本を読むとね、元気が出るの。だからいつも持ち歩いているんだ。私のやりたいことお話を書くことかな。 ずっと書いてなくて、今も書いては破り、書いては破りだけど。でも大丈夫。完成させてみせるから。船は便利だね。じっとしているだけで、遠くまで私たちを連れて行ってくれるんだもの。あ、でも慣れないうちは、船酔いが大変だよね。あなたはどう無知なこと、何も知らないこと。でもそれって、 悪いことじゃないよ。だってそれは、不可能も恐れも知らないってことだから。そうそう。あのね。私の他に、パスカとグラスバレーって名前のカノンのがいるの。あなたはもう会えたかな私の名前は、カノンのイヤハート。よろしくね。なんだろう。強くなったみたい。これでもっと、みんなの役に立てる。 ちょっと自信がついたかも。<laughs> すごいでしょう。もっともっと頑張るね。何か、分かった気がする。これが、私の力。なんだか気が合うよね、私たち。これはきっと、お茶会の効果かな。思えば、あなたともずいぶん一緒にいるよね。うん。あなたはもう、私が書く物語の主人公で決まりかな。 頑張るよ。任せて。選んでくれてありがとう。はあ何これもらっていいのねどう似合うかなよし、作るぞさあ、行くよ。私は、逃げないわ。はあ、はい そんな、まだ。負けられないのえい潜王かいっけー王が爆祭団行くよ継がれゆく意志今を超える力になるの刻めラブピーと勝ったんだ。えふふふ。助けになりたいの。 怖かった。怖かったよ。よかった。みんな無事で。生き残るの、絶対にこれがきっと最後よ。なんだろう、警戒して だよスイカもたたたくくさんんん用意しししから、らみなな。楽でれ嬉いバスタオルに浮き輪にスイカにっと、海で遊ぶ準備だよ。ちゃんと本で調べたから大丈夫。水着が可愛い,いありがとう。お花畑のイメージで、リボンが蝶みたいでしょああ、これ砂浜で読もうかなと思ってる。 海にまつわる本なんだけど、多すぎるかな。海を見ていると、この向こうには何があるんだろうって思うの。いつか確かめられたらいいな。さあ、スイカ割りだよ。スイカもたくさん用意したから、みんな楽しんでくれたら嬉しいな。私はカノンのイヤハート。冒険するのと同じくらい、海で遊ぶのも楽しみなんだ。よろしくね。 すいかわりで鍛えた実力を見せるよ大丈夫水着での戦い方は、ちゃんと本で調べたからキャーシシ転校団癒しの力よファーストエイドはっ <laughs> さまけ ね、あれもう終わりじゃあ、泳ぎに行こう。はあ、お疲れ様。お日様の下で、のんびり本が読みたいな。ちょうど準備運動が終わったところだよ。